ドラマ岸辺のアルバムで俳優デビューして脚光を浴び、その後民放ドラマや NHK 大河ドラマで活躍してきた国広富幸さん。甘いルックスでアイドル的な人気を誇っていた全盛期に比べると、現在はメディア出演が減っていますが、どんな活動をされているのでしょうか。今回は国広富幸さんの現在、そして娘さんや奥さんについて経歴とともにご紹介していきます。国広富幸プロフィール。国広富幸さんは1976年、大学卒業と同時に松浦武雄演劇研究所に入所されました。翌年 TBS ドラマ岸辺のアルバムでデビューし脚光を浴び、同年度のゴールデンアロー賞放送新人賞、テレビ大賞新人賞を受賞。1978年にはエランドール賞新人賞も受賞し、演技力とその刃をチャームポイントとした甘いルックスでアイドル的な人気を獲得しました。その後山口百恵さん主演の赤い絆や松崎しげるさんとのコンビで人気を博した噂の刑事トミーと松など人気ドラマで活躍し、とりわけ1980年代には大映ドラマの常連俳優の一人となっていました。1979年の大河ドラマ草燃えるでは、従前の悲劇の貴公子というイメージを覆す源義経を好演し話題を呼びました。その後大河ドラマへの出演は長らく途切れていましたが、2012年に平清盛にゲスト出演し、33年ぶりの大河出演を果たし、また翌2013年の八重の桜にも準レギュラーとして出演されています。国広富幸の現在は、国広さんは1979年の大河ドラマ草燃えるで従来の源義経のイメージを覆す貴公子ではない野心家の男を演じ話題となりました。その後は長らく大河出演はありませんでしたが、2012年 NHK 大河ドラマ平清盛で33年ぶりの大河ドラマに出演。さらにその翌年には同じく大河ドラマ八重の桜に準レギュラーとして抜擢されました。以降は NHK ドラマに加え、民放ドラマやネットフリックスの配信ドラマでも活躍しています。最近では2020年の大河ドラマ麒麟が来るに細川晴元役で出演。大河ドラマに欠かせないバイブレーターとして存在感を放っています。二枚目スターだった頃の面影を残しながら、年を重ねて渋みが増しダンディーで素敵です。また去年は映画総理の夫にも出演されていましたね。俳優活動は順調に続けていらっしゃるようです。さらに国広富幸さんには俳優以外に画家としての顔もあるのをご存知でしょうか。1990年に池袋の安田生命ギャラリーで個展を開催して以来、定期的に百貨店や画廊で絵画展を開いてきました。さらに2021年には初めて新宿の小田急百貨店で個展を開催。またマグカップのデザインもされるなど、絵画やデザインは趣味を超えてライフワークになっているようです。国広富幸の子供は何してる？国広富幸さんは1988年一般女性と結婚され、娘さんが2人誕生しています。長女は一般人のため詳細は不明ですが、次女は1993年に誕生され、国広さんと同じく芸能界で活躍されています。お名前を谷内梨沙さんといい、女優として活動中です。ティーン向けファッション誌ピチレモンでモデルとしてデビューし、その後2008年日本テレビの特別ドラマ蛍の墓で女優デビューしました。2010年には映画
少女戦士シオンで主演を務めています。また NHK 教育テレビ水炎サーには水炎サーガールズの一員として2010年から17年まで出演。2016年からはバンドシュガークリップのボーカル兼ギターとして活動し、現在もソロの歌手として活動しています。パッチリと大きな目で親譲りの整った顔立ちの可愛い女優さんです。国広富幸の嫁について、戦術通り1988年に一般女性と結婚した国広富幸さん。お二人はスキューバダイビングという共通の趣味がきっかけで出会い結ばれたそうです。正式には公表されていませんが、2014年に国広富幸さんが今年で結婚26年という旨のお話をされていたことから、1988年国広さんが35歳の時に結婚されたようです。当時だと割と遅めの結婚だったのではないでしょうか。一部では妻がバイオリニストの柳平利美さんという情報がありますが、定かではありません。しかし妻が元バイオリン奏者で音楽講師も務めていることは確かなようです。娘の谷内さんもバイオリンが特技とのことで、母がバイオリン関係の仕事をしている可能性は高いのではないでしょうか。国広富幸と赤木春江の関係とは、2枚目のイケメン国広さんは女性にかなりモテてきたことでしょう。そんな彼はかつて女優の赤木春江さんの娘さんとスキャンダルが報じられたことがあります。実はその当時、国広さんは女優の水沢亜希さんと婚約しており、1983年報道後に破局してしまいました。国広さんは当時26歳だった赤木さんの娘と交際していたとのこと。国広さんは報道に対し、彼女とはあくまでスキューバダイビング仲間と釈明しました。国広さんの父親は映画関係の制作会社を経営しており、芸能界に精通していたことから赤木さんとも仲良しだったようです。親同士の交流があったため、家族ぐるみで仲が良かったのかもしれません。しかし水沢さんからすれば、自分という婚約者がいながら他の女性と懇意にしているのは不快だったはずです。もし事実であれば、当時は人気絶頂の2枚目スターだった国広さんは、つい羽目を外してしまったのかもしれません。国広富幸と松崎しげるの人気タッグ。若かりし頃の人気絶頂だった国広富幸さんは、1979年大映ドラマ噂の刑事トミーと松で松崎しげるさんとタッグを組み大ブレイクしました。その後25年の時を経て、2007年に映画携帯デカザ・ムービー2で再びタッグを組み、往年の人気コンビが復活するということで話題になりました。同ドラマでは、お前なんか男じゃねえ、男女の富子と罵倒されると、人格が強靭な男に変わる新米刑事の岡野富男役を演じ、国広さん演じる気弱なトミーと松崎さん演じる熱血な松というデコボココンビの2人を見ているだけで楽しい気分になれる、往年のファンも多いかもしれませんね。いかがだったでしょうか。大役を演じることが少なくなったためか、露出が減ったように感じていましたが、俳優として現在も活躍され、ますます渋さがにしみ出て恥のある役者となった国広富幸さん。今後は娘の谷内梨沙さんの活躍にも期待したいですね。